どうも。でかこやちゃん。でかこやちゃんグルメです。いつものこいつらです。疲れてる。福井です。福井ちゃん。頑張るよ。酒飲まない。ね、大きい。じゃあ行きましょう。今日はどこ行きましょうか。バーイさん。バーイさん。タイ料理の。タイ料理。お、すごい。じゃあどこだろう。あっちの方。こっち。はい。行きます。この南口公園で南口から。もうすぐですよね。すぐ。わあ、いろんな店がある。あれ、もうここじゃん。すごい、入ってすぐだ。到着。早いね。早速入りましょう。行きました。今日はちょっと3人で1万円グルメ。どれぐらいね。どれぐらい食べれるんだろう。え、でも1万円ってどんなもん ?3 人だと。すぐ行っちゃうよね。すぐ行っちゃうかな。タイっぽいに行っちゃおうかな。シンカン。シンカン。マッサマンカレー食べたいです。ね、カレーも行きたいよね、タイだし。行きたい。シンカン。ありがとうございます。はい、タイ語で乾杯何？乾杯とか。はい、乾杯。はい、乾杯。はい、そんな感じ。あ、いただきます。あ、めっちゃ飲みやすい。すごいね。これ、なんだろうね。感じ。もう食べていい。エビセンみたいな。でかくない？でかい。なんか色もエビっぽくない？ちょっとなんか。なんか違うよね。ちょっとスパイシーかも。うん。今2170。え、やばくない？もう無理じゃない？もう顔まんがい。顔まんがい。顔まんがい、マッサマンカレー。うん、決まってるようだ。耐えれるから。ありがとうございます。やばい、うまそうです。でかい人参いる。でかい人参いるね。なんか、おでんみたいな人参。人参でっかさにあげる。何嫌いなの？二人とも食べれない。嘘。いただきます。いただきます。あ、うまい。うまいわ。あー、ピーナッツすりつぶしたみたいな味する。なんかミルクっぽい感じ。おいしい。何これ。おいしい。おいしい。タイ米と食べたいな。タイ料理向いてない。辛いの食べれないし。でも、マイさんは好き。美味しい。美味しい。なんか美味しいね、これ。つけると。マッサマンカレー。うん、ライス。可愛い。美味しい。わあ、合う。合う。もう。止まらん。お、なんかちょっと持ってた味と違う。美味しい。持ってたと違う。なんだろうこれ。肉って感じじゃない。春巻き。うん、なんかあの中華の春巻きとまた違う。なんかペースト状。うん。美味しい。なんていうやつ。セルソム。セルソム。はい。メニューにないです。メニューには当選載せてない。はい。これは入ってない。裏メニュー。センソム。すごいレモンの味がここにあるから。レモン近いから。でマッサマンカレー美味しい。本当に。美味しいね。辛い人でも食べれる。辛い人でも。辛い人。めっちゃココナッツってわけじゃないけど、なんかそのナッツ系の味。ナッツ系。なんかマッサマンカレー世界で一番美味しい料理。え？世界の美食トップ50って言って、そんなのがある。1位になったらしい。え？マッサマンカレーが。ちなみにトムヤムクンの8。え、タイすげえじゃん。グリーンカレーですね。あ、ちょっと
と辛いわ。辛いでしょ。辛いわ。来たよ。難しい。なんかじわーっと汗が。そう。さっきは出なかったけど。じんわりくる。結構遅いかも。マッサマンの時は出なかったけど、今も結構出るよ。汗が。そう、汗。うん。あれ、これ辛いんだっけ。トムヤムくん。辛い。が入ってるね。酔った帰りにこれ飲むとマジでうまい。決まる。決まる。あ、美味しい。うん、なんか辛い。辛いはそんなないね。うん、ないよね。ない。酸っぱい。はい。じゃあスミちゃんください。じゃあスミちゃん。はい。はい、ついにお茶を飲み出す。食べてるから、飲めない。飲めない。そうなんです。あ、そろそろあれかもしれない。お金が急に来ました。あ、終わる？もう終わり？うわ、すごい物ついてる。めっちゃ物だ。スペアリブだ。あ、すごい。やった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 。すごいね。小さいです。なんかでかい。でかい。チリソースみたいな。おいしい。ほんと豚の唐揚げじゃないの。スペアリブの唐揚げ。おいしい、おいしい、おいしい、うん、知らない料理も多いしね。これは何だろうって言いながら食べれていいですね。どれが一番好きでした？私、マッサマンカレー。マッサマンやっぱ美味しいよね。最初のちょっとリピローかと思ったもんね。美味しい、マッサマン。みなちゃん、カオ。カオ。カオかな。お越しください。さようなら。高円寺スタジオ小山は安い、便利、優しい。他にもいいこと盛りだくさん。スタジオ小山で検索。